午前4時20分ごろ、西区南関温町の自動車販売店ランボルギーニ広島に60代の男性が運転する車が突っ込みました。この事故で高さおよそ3メートルの店舗のガラス2枚が割れましたが、運転手を含めて怪我人はいませんでした。従業員によりますと、店内には1台およそ3000万円から1億円の車が4台ありましたが、被害はなかったということです。当時路面は雨で濡れていて、警察は車がスリップしたとみて事故の詳しい原因を調べています。